はい、こんばんは、たまランチでございます。今日の動画はちょっと歌動画じゃございません。とあるものの紹介でございます。チラ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 。はい、おでかっ、こいつが届きましたので、こいつの開封兼紹介動画にしたいと思います。それでは、はい、ということで、箱から中身を出してみました。そしたらなんとですね、超びっくりで超嬉しかったんですけど、今回のこのパッドドラム、別売りで沸騰ペダルというんですか、ハイハットとバスドラのボタンになってるのが別売りであるって書いてあったんですよね。だからこれもいいけど、まあとりあえずは本体買おうと思って注文してもらったんですけど、あのさっきの箱にね、あのさっきのやつ取った後に箱を開けようとしたら、なんか映ってるんですよ。えと思ってでパカって開けたらね、早速ね、なんと入ってました、ペダルが。わーい、これはめっちゃ嬉しい。あー、びっくりした。本当にすごいテンション上がりましたね。あの髪の毛乾かしてる娘のとこ行って、おーいって言って、あのだから何みたいな反応されましたけど、いやー入ってましたよ。やったね、これドラムだが本当にボタンなんですよ。これどうすかね。いや使うけど、いや、ないより全然いいですけど、あのドラムのキックペダルはこう、なんちゅうの、スプリングとこうチェーンついてて、このなんちゅうのかな、踏んだ後、はい、ね、帰ってくるやつをさらに押すことによって、ブドドブドドブドドってこう、その反動を利用してね、うんどどんどどんどとか、どこ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 、一踏みで3連打4連打とかする時があるんですよ。それは無理だよね、これは。足だもん。どの程度できるかね。今日はもうちょっと音出しませんけど、やってみたいと思います。いやー、やりました。よかったよー。すると、この間ぶっ壊れちゃったね、旧仙台パッドドラムの故障原因が、その付属のスティックじゃなくて、買ってきた普通のスティックで叩いたのがいけなかったのかしらなんて言ったんですけど、これ今あの出したままで、今初めて手にしますけど、普通ですよ、これ普通の。若干軽いかな、どうだろうな。こんなもんね、こういうドラムの技をやる前にこういう技ばっかやってましたからね。ネシフェイスは普通、持ってくればよかったな。長さも、ちょっと短いような気もしないでもないな。まあ普通の木のスティックでした、はい、だから別に故障原因中ほどのものでもないかもしれない。だから本当に寿命だったのかもね、中古だし、多分相当古いし、あれ方が、はい、まあ普通のスティックでございました。まあいいです。んでまだ中身見てません。本体ですけど、これでかっ、よいしょ、ちょっと待て、これアダプター入ってないんじゃないか、ひょっとして。全部出してるね、これ。やだ、食って、俺買ってこなきゃダメや。
あ、電源アダプターは必ず指定のものを使用する。え ?54 ページ。おい、マジか。え、入ってるよ。入ってねえわけねえな。あれどこにあるんだよ。え箱の中入ってんのか。後で見てみます。まあいいや、ごめんなさい。はい。はい。こんな感じでね、パッド数が倍ですよ、倍。この間のやつ、これとこれとこれとこれしかなかったもんね。おそらく、まだ取説読んでませんけど、これがハイハットでしょうね。で、ここにライトシンバルを配置できて、ここにライトとレフトのクラッシュシンバルを置けるから、これ普通のドラムですよ。で、しかもここにハイハットの、チキチーチキチーと、バスドラムがついてるわけですから、ドラムですね、これ。ドラムですよ。やったよ。はい。こんな感じ。まあ、そんな重くないですけどね。はい。で、よいしょ。あ、見えた。この三角というかね、これが、スネアのスタンドにボコッとはまるようです。ないけど。で、こう置いて、椅子座って、ドラムのように叩けると。こんな感じみたいですよ。どうやら。アダプター。ちょっと心配。あれ?でも付属品にアダプターって書いてある。多分大丈夫。いや、違うよ。え?別、ん?何これ?付属品に電源アダプターって書いてあって、別売り品に電源アダプターって書いてあるよ。どっちやねん。え?あ、でも違うわ。この取説は、ハイハットコントローラーとか、ハイハットコントローラー、電子キックユニットも別売り品って書いてあるから、でも入ってたからね。あ、でもないかもな、アダプター。ちょっともう一回見てみますけど。なかったらそれこそハードオフで買ってくるけど。ボルトあれだけ合わせればいいでしょ、別に。ヤマハじゃなくて。ヤマハのやつ変えて書いてあるけど。大丈夫じゃない。あ、ちょっと。これはめんどくさいから、動画の編集したくないから、ワンテイク撮りたいけど。どこだ?まあ、いいや。見ます、後でね。どこに書いてあるか。後で見ますって言って、このまま見てるという話ですけど。さっき横に書いてたっけ ?54 ページとか。もしでもこれ入ってなかったらさ、あ、100ボルトだ。入ってなかったらふざけんなんだよね。ローランドのミニアコーギアンプ買った時も別売りだったんですよ。そりゃねえだろうって話ですよね。ここね。電池入れて使うって、まあそりゃ、外のね、電源ないとことかだと、あれだけど、入れといてくださいよ、という話ですけどね。はい。まあちょっと見てみます。はい。ということで、明日こいつを使ってですね、新曲、完成させたいと思います。実は今日はですね、歌動画出しません。はい。ずっと撮ってました。新曲を。だけどこのくっちゃべり動画というかね、まあ、この紹介動画を出すので、はい、動画は継続なんです。俺ルールで、はい、昨日の段階で、バッキングのギターとボーカルを入れ終わってて、で今日は仕事だったんですが、ちょっと午後の時間でね、
前も言いましたけど、職場と自宅めっちゃ近いんで、ちょっと自宅に戻ってベースの感じだけ掴もうと思ったら、なんとベースが厚板取れたんですよ。これは大きかったね。でやっぱあれ大事ですね。今回もうじっくり行こうと思ったので、プロトタイプのやつを一回作って、それでその本物用のエレキのバッキングにボーカルかぶせたの機能を作ってって、やってる過程の中で何度も弾くでしょ、何度も弾くし取ったやつ弾くでしょ。そうするとやっぱりね、イメージがこう固まってきますよね、よりね。私こらえ性ないし、もうなんかすぐ出したい人なんで、結構新曲の構想ができるとバーッとやってブワーッとやってってやるから、だからベース苦しんでたんでしょうね。もっとじっくりこう曲を聴き込んでイメージしてやればいいのかもしれない。まあ単純にそのベースをつけるスキルが上がったっていうのもあるのかもしれないですけど、まあとにかく早かった。1時間ぐらいでベースできちゃったね。ゼロからベースライン作って弾くのもね。あといつもベース撮るときに動画も一緒に撮ってねやって、その動画撮ってると失敗するんですよね、やっぱりね。今回はちょっとね、ベースの動画はちょっと多分入れないと思う。いろいろやることあって大変だから。だからもう、いや、音だけ撮ろうと思ってやったらね、そんなもんですね。はい。そう。で、だから、ギターと、で、今日はそのベースと、あと、リフトリードのエレキも入れ終わりました。あと残すは、これと、まあ、ちょこっとプラスアルファが残るのみでございます。はい。これは明日やって完成してアップすると、予定ではできますが、案外このドラムがうまく使いこなせなくて、苦戦してダメかもしれないけど、なことはねえな。なんとかしましょう。はい。そんな感じでございます。まあ、とにもかくにもね、本当にこの、ハットとキックのこのペダルが入っていたのはありがたかった、非常にありがたかったっす、はい、絶対後で買おうと思ってたんでね、手間省けましたわ。いやー、明日は楽しみだ、本当に。早起きして速攻お家の用事済ましてガッと取り掛かります。明日はちょっと Facebook とか、おとどもさんのアップとか、見るのは、夕方になるかもしれません。集中してやってみたいと思います。はい、ということで今日は歌動画なし、まあ、届きましたニューパッドドラムの紹介と、音出してないけど紹介と、新曲の進行進み具合のお話でございます。はい、じゃあ明日頑張ってねやってみたいと思いますので、こうご期待ということで、タムランチでございました。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。